それでは時間となりましたので始めたいと思います。ゆうやかいどうさんによるマルチログインの実装方法です。それではゆうやかいどうさん、よろしくお願いいたします。はい、まずはじありがとうございます。まずはじめに、発表の中に、コードが少し出てくるので、そこを少し小さいので、スライドも合わせてご覧ください。では発表に入らせていただきます。タイトルとしてマルチログインの実装方法というもので発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、簡単に自己紹介させていただきますと、株式会社ユレカ所属の、ゆうやかいどうと言います。本名かいどうゆうやと言います。でユレカでは自社サービスのペアーズを開発していまして、ペアーズのアンドロイド版を開発しています。でドロイド会議に関連した話ですと、2016年にテストおじさんになった経緯とやったことというタイトルで発表していて、去年2017年には RX のエラーハンドリングの話を、していました。一昨年と去年は割とこうメジャーなテーマで話してたんですが、今回マルチログインというちょっとニッチな、テーマで話しています。で次に、私が担当しているペアーズについて少しだけ、説明させていただきますと、ペアーズは日本最大のマッチングサービスとなっていまして、日本に加えて、台湾と韓国でもサービス展開をしています。で会員数は日本、台湾、韓国すべての国合わせて現在600万人を突破しており、マッチング数は4300万組となっています。でさらにその中から、実際にカップルになられた方々というのが4万4000組いまして、かなり多くのカップルが生まれているという形になっています。でちなみになんですが、このカップル数っていうのをどうやって計測しているかというと、ペアーズはこうパートナーができた方は一応サービスを卒業していただくという形になっていまして、その大会というか卒業するときにアンケートを取っていて、そこでなんでこう卒業するんですかっていうところで、パートナーができたから辞めますっていうところの数を計測している形になります。なので実際にそこで答えていただいた方だけでこれだけなので、実際にはまあこの倍とかいるのかなっていう形になってます。でちなみに今回マルチログインの話ではあるんですが、ペアーズはペアーズ本体には別にマルチログインの機能は特になく、私が個人的に検討した結果を発表する形になります。でまあすごいどうでもいい話なんですが、こうエレカの中の人がマルチログインの話をしておきながら、ペアーズで複数のアカウントを使ってこうゴニゴニするとバンされちゃうので、気をつけてください。うちの CS チームはすごいすぐ見つけてバンするので気をつけてください。はい、ではまあそのどうでもいい話は置いておいて本題に入ります。今回はこのような流れで発表させていただきます。まず最初にマルチログインの定義というところから始まり、そのマルチログインの実装における、よくある問題というところを紹介し、その問題を踏まえてこうどのようなアーキテクチャというかアプローチで実装するとよいのかというところを、考えていきます。で最後にその設計で実装したサンプルアプリと、まとめという形で締めさせてもらいます。では早速、本題に行きますが、マルチログインの定義です。でマルチログインの定義としては、複数アカウントで同時に、ログインできる機能を指しています。で SNS アプリを中心に実装されていることが多く、具体例ですと皆さんよく使われている Twitter であったりとか Instagram といったアプリは、複数のアカウントでこう同時にログインすることができるという形になっています。で今回はそのような複数のアカウントで同時にログインできるような、機能をどのように実装するとよいのかという話になります。では次の、ところに行きます。次は、マルチログインの実装でよくある問題というのを考えていきます。その前に、実際にこう複数のアカウントで同時にログインできるような機能を実装されたことがある方ってこの中にどのぐらいいらっしゃいますか。ちょっと挙手していただけるとあまりいらっしゃらないです。5名ぐらい。なのでまあその方たちはまあ自分の経験とかも踏まえつつ、他の方はこういざ実装するときになんか頭の片隅に残っていればいいかなっていうところで聞いていただければと思います。では、よくある問題についてですが、実際にこう実装していく上でこのような3つの問題があるかなっていうところを今回紹介していきます。
1つ目ですが、別のアカウントのデータがこう表示されてしまうみたいな問題よくあるかなと思っていて、こうアカウントを切り替えた瞬間に一瞬前のアカウントのデータが表示されるであったりとかという問題です。で、次2つ目として、別のアカウントのデータを上書きしてしまうみたいな問題も可能性としてはありえるかなと思っているのと、3つ目として、まあ、複数のアカウントが存在するというのは、まあ、アプリの実装においては要件として、まあ、少し複雑になってしまうので、コードの複雑化というところにもつながってしまいます。で、これら3つの問題が、まあ、どのような原因によって引き起こされているのかというところを見ていくと、1つ目、別のアカウントのデータが表示されてしまうところに関しては、まあ、グローバル変数であったりとか、こう状態を持ったシングルトンクラスなどによって引き起こされることが、多いかなと思っています。で、2つ目、別のアカウントのデータを上書きしてしまうところに関しては、まあ、データであったりとか、アカウントのデータであったり、非同期処理がアカウント単位になっていないことにより、データを上書きしてしまうっていう問題が起きてしまうことが、多いかなと思います。で、3つ目、コードの複雑化については、そもそも、複数のアカウントが存在するアプリと一つでいいアプリというのは、前提となるアーキテクチャが少し異なっているかなと思っていて、まあ、その複数アカウント前提のアーキテクチャになっていないっていうところが原因となることが多いと思っています。で、まとめると、マルチログイン実装においてはグローバル変数や、状態を持つシングルトン、あとアカウント単位になっていないデータや非同期処理、複数アカウント前提のアーキテクチャになっていないっていう3つの、ポイントがマルチ実装を困難にしているかなと思います。で、この3点についてそれぞれ詳細にもう少し、深掘っていきます。まず、グローバル変数や状態を持つシングルトンというところに関しては、まあ、先ほど少し重複しますが、別のアカウントのデータが表示されるであったり、アカウント切り替えの時にハンドリングが煩雑になるような問題、こちらについては、例えばグローバル変数や状態を持つシングルトンというのはアカウントとは別で管理されていて、一つしか存在しないものなので、アカウントを切り替えた時にデータを切り替えたり、まあ、クリアしたりみたいなところが必要になるという意味で煩雑という言葉を使っています。で、ログアウトについても、まあ、アカウントとしてはログアウトしても、グローバル変数やシングルトンというところは継続して残ってしまうので、まあ、データが残るという問題になります。で、ちょっと言葉だと少し分かりにくいところがあるかと思うので、図で説明すると、一つアカウントでログインしている状態でグローバル変数やシングルトンにアクセスします。そうすると、まあ、今回水色なので、水色のデータがグローバル領域に残ると。で、その状態でアカウント、別のアカウントに切り替えて、グローバル変数やシングルトンをクリアしないままアクセスしてしまうと、別のアカウントのデータが、参照してしまうという問題が起きます。で、続きまして、アカウント単位で管理されていないデータや非同期処理というところを見ていきます。この問題を考えるにあたって、注意すべき点として、非同期処理の結果を扱うときに、どのアカウントのデータなのかっていうのを常に意識する必要が出てきてしまいます。で、まあ、少しレアケースではありますが、非同期処理の実行中にアカウントの切り替えを行うと、こう切り替え先のデータを上書きしてしまうみたいな影響が及んでしまいます。で、図で説明すると、アカウント1から例えば API 呼び出し、 API リクエストを送る、そして送ってレスポンスが来る前にアカウント2への切り替えが起きます。で、その後レスポンスが来るんですが、当然それは1、アカウント1がリクエストしたものなので、アカウント2へ上書きしてしまうと、まあ、ちょっと問題があるというような話になります。続いて、コードの複雑化についてですが、複数アカウントが存在する前提のアーキテクチャになっていない場合、データを扱うためにどのアカウントのものなのかというところを常に意識して実装する必要が出てきてしまい、例えばあるアクティビティで複数のアカウントを扱うときは、まあ、このような参照関係になってしまい、別のアカウントを参照する、失礼しました、別の画面においても同じような実装をするとなると、まあ、同じような実装をコピペすることになるので、まあ、結果としてコードが散らばって複雑化してしまうというところにつながります。一番最初のところに戻りますが、マルチログインでよくある問題は、まあ、このような3つの
実装によって引き起こされてしまうというところを今まで説明してきましたと。でここまでで問題については整理が終えたので、次このような問題を解決するためにどのようなアプローチを取るべきなのかというところを説明していきます。マルチログイン実装の設計方針というところに行きます。でまず、マルチログインの実装に行く前に、一般的なアプリのアーキテクチャを少し考えていきます。で一般的なアプリは、アクティビティ、その後ろに、ビューモデル、リポジトリという形でつながっているレイヤー構造になっていることが多いですと。で2018の公式アプリも、大きくはこのようなアーキテクチャになっているかなと思います。ですが複数アカウントが存在するようなアプリを実装する場合を考えると、このレイヤー構造のままでは少し課題が残ってしまうかなというところがあります。ドルド会議の公式アプリは別にアカウントがあるわけじゃないので別に関係ないんですが、複数アカウントが存在するっていう前提に立つと、このアーキテクチャは少し問題があるというところです。で前置きが少し長くなりましたが、マルチログインを実装するときにはマルチログインアカウントがで同時ログインが必要なアプリでは、リポジトリ以下、これはデータにアクセスする層という意味合いでリポジトリと書いていますが、リポジトリと以下をアカウント単位で管理するというアーキテクチャにすると良いかなというところがあります。で文章では少し伝わりづらいので図で再度説明しますと、一般的なアーキテクチャはこのようなものになっています。基本的にはアクティビティからデータソースまでが1本でつながっており、加えてアプリケーションクラスが全レイヤーを横断するような立ち位置にいる形になります。でこのレイヤー構造のままでは、先ほど述べたような課題が発生してしまう恐れがあるため、マルチログインに適したアプローチを考えてみたものが次の図になります。で差分でいきますと、水色の部分、アカウント単位でリポジトリが管理されているというところが差分になっていて、またアクティビティの間にログドインアカウントという形で複数のアカウントを透過的に扱えるようなクラスが挟まっているのが差分となります。でアプリケーションが全レイヤーを横断しているのは先ほどと変わりないところです。でこのアーキテクチャのポイントとしては、アプリケーションとアカウントというところをスコープを明確に区別しているというところがポイントになっていて、アプリケーションに関しては特定のアカウントに依存しないデータであったり処理を行うレイヤーになります。で具体的にはアプリ全体の設定であったりとか、全てのアカウントに適用する設定のようなものです。で一方でアカウントに関しては、アカウント固有の処理だったりデータを扱うものになります。具体的には、API に使う HTTP のクライアントだったり、シェアードプリファレンスのような永続データを扱うものはアカウント以下で管理することになります。続きまして、このアーキテクチャにおいて、このアーキテクチャにおけるインスタンス管理というところを少し深めていきます。このアーキテクチャでは各レイヤー、先ほどのアプリケーションとアカウントのような各レイヤーにおけるインスタンスはライフサイクルが異なっています。で具体的にはアプリケーションに関しては、アプリの起動から終了までが、ライフタイムになっており、アカウントに関してはログインからログアウトまで、アカウントのログインからログアウトまでがスコープとなっています。でこのような一つのアプリの中で、異なるスコープというかライフサイクルを持つインスタンスを管理するときは、自前でインスタンス管理を実装しても、全然良いのですが、ダガーのような DI コンテナを使うと楽に実装できるかなというところがあります。で今回の、スライドもそうですし、サンプルアプリの方も、ダガーで実装しています。事前のタイムテーブルにもダガーにおける、データのコンテナ化というところを、挙げていただかと思いますが、コンテナ化という意味で、ダガーを使っているイメージになります。で、例え話としては、皆さん Docker ってご存知かと思うんですが、こうアプリの中に Docker のコンテナがボコボコと立ち上がっているようなイメージになります。こうアカウントごとにコンテナがボンボンボンってできているようなイメージです。
で、インスタンス管理については、ダガーのインスタンス管理については、具体的な実装というのは今回省略するんですが、ダガーはスコープと呼ばれるものでインスタンスの管理をしていて、今回3つのスコープを持っています。で、1つ目についてはアプリの起動から終了までのアプリケーションスコープ、2つ目アカウントにおけるアカウントを管理しているアカウントスコープ、これがログインからログアウトまで、で、赤のプレゼンテーションスコープが画面の終了起動から終了までというところになります。続きまして、実際に今述べたアーキテクチャを、再現するための失礼しました今の、アーキテクチャを再現するサンプルアプリを作ってみたので、その実装を具体的に紹介していきます。で、サンプルアプリですが、皆さんよく使っているツイッターにおいてマルチログインができるような、自作のツイッタークライアントをサンプルとして作ってみています。で、今回、雰囲気を伝えるためのサンプル、ミニマムなサンプルなので、ミニマムなんだなっていうところを分かってもらうのと、リポジトリに関しては私の GitHub で公開しているので、もしよろしければこちらも合わせてご覧ください。で、サンプルアプリにおける全体のアーキテクチャは先ほど説明したものと全く同じになっていて、ポイントとしてはアカウントの下にデータアクセスだったり、非同期処理のインターフェースがぶら下がっているというところと、アクティビティとの間にアカウントを透過的に複数のアカウントを透過的に扱えるような、名前は別に何でもいいんですが、そのようなクラスが挟まっているようなアーキテクチャになっています。で、順を追って説明していくと、まず一番重要なアカウントのところですが、こちらは一つのアカウントを表現するクラスとなっていて、基本的に一番大きな役割としてはアカウント単位でデータや非同期処理を管理するというのが、一番大きな役割になります。で、今回は、Twitter のアプリですので、引数でこれ Twitter SDK のクラスなんですが、 Twitter セッションというクラスを受け取って、自前のアカウントというクラスを生成します。ここですね。で、続きまして、ツイートリポジトリと呼ばれる、ツイートを取得するためのクラスで、こちらについてはデータアクセスを伴う API へのアクセスを伴うので、アカウント単位で定義している形になります。で、さらに次、アカウントプリファレンスというものを作っていまして、これ詳細は後で述べるんですが、アカウント情報を永続するための、永続化するためのクラスで、こちらもデータアクセスを伴うのでアカウント単位で管理することになります。次、コンポジットディスポーザブル、こちらは、RxJava に含まれているクラスで、RxJava の具体的な説明は今回省略しますが、実行されている非同期処理へのインターフェースと捉えてもらえば、大丈夫です。ここでコンポジットディスポーザブルを管理することによって、アカウント単位で非同期処理を管理するというところが可能になります。で、続きまして、下のメソッド簡単にいくと、オンログドインはログイン処理、その下はログアウト処理で、セーブメソッドはセーブ、デリートメソッドは削除みたいな形で、一旦ミニマムなメソッドが生えているという形になります。で、続きまして、先ほど少し飛ばしたアカウントプリファレンス、こちらはアカウント固有の情報を保存するためのクラスで、内容的にはシェアードプリファレンスで作っている形になります。で、シェアードプリファレンスは、ファイルをいくつでも作れる形になるので、アカウントごとにファイルを分割することでデータの上書きみたいなところを防ぐような機構になっています。で、次、リポジトリですが、リポジトリデータソースのところに行きます。こちらはまず一番根っこのところで OKHTTP クライアントがあって、こちら、今回のアプリにおいては認証情報がアカウント固有のものであるため、インスタンスのスコープとしてはアカウントスコープで管理することになります。ダガーのモジュールで、アカウントを受け取って、それをもとにアカウントスコープで OKHTTP のクライアントを生成するという形になります。で、続きまして1個上のレイヤーに行って、レトロフィット、みんな大好きレトロフィットですが、ここも、一番根っこの OKHTTP クライアントがアカウント固有のものなので、こちらも必然的に
アカウントスコープで管理することになります。まあ、アカウントを受け取ってアカウントスコープで返す。でどんどんいくとクライアントも、レトロフィットがこういうのものなので、まあ、アカウントを受け取ってアカウントスコープで返す。これそのままですね。もうでもうだんだんくどくなってきますけど、ツイートリポジトリもその下のエリアがアカウントスコープだからこれもアカウントスコープで管理していくという流れになります。続きまして次のレイヤーのところに移る と、複数のアカウントをまあ統合的に管理するためのクラス、今回はログドインアカウントという名前を付けています。でこちらログイン済みのアカウントを管理するためのクラスになっていて、引数でアッププリファレンスというものを受け取っていて、これは後で詳細説明しますが、アカウント情報全体を永続化するためのクラスになります。でプロパティでアカウント一覧と、まあ、Twitter で複数アカウント選択されているときに、まあ、こう選択状態保存できると思うんですけど、その現在選択されているアカウントを保存するプロパティが生えていると。で外部に公開するインターフェースとしてはオブザーブルで、いろいろ公開していて、このオブザーブルで公開するのはなぜかというところでいくと、こうアカウントが切り替えられたときにサブスクライブしている側に通知を届けたいために、オブザーブルで公開しています。でアカウント一覧も同様にオブザーブルで公開していて、今回は、まあ、RxJava を使って実装していますが、これは別に RxJava である必要は特になく、データの変更を検知するような仕組みであれば、まあ、別のもの全然自前でもいいですし別のライブラリでもいいですし、実装してもらえば大丈夫かなっていうところです。でまあ、細々したメソッドとして、まあ、アカウント切り替えだったりアカウント追加アカウント削除みたいな、ものが生えています。で細かい実装は今回省略しているので、気になる方いればリポジトリクローンして試してみていただけるといいかなと思います。で先ほど少し飛ばしたプリファレンスに関しては、アカウントプリファレンスと同様にシェアードプリファレンスで実装していて、アカウント全体を保存するような形になります。まあ、細かいメソッドはちょっとサクサク飛ばしますが、アカウント一覧だったり、セーブメソッドだったりデリートメソッドだったりという流れになります。でここまでで全体像を説明してきましたが、ポイントとして、1つ目、アカウント単位でデータアクセスだったり非同期処理を管理することで、まあ、データのこう意図しない上書きだったり別のデータが表示されるみたいなところを防ぐ形になっています。でまたログドインアカウントというクラスでアカウント複数のアカウントへの統合的なアクセスのインターフェースを作ることで、各画面にアカウント管理のコードが散らばらないようにしています。でここまで全体像を見てきたので、次ケース別に処理のフロー流れを見ていきます。今回はアプリの起動、アカウントの追加、アカウントの切り替え、アカウントの削除という流れ、4つの流れで見ていきます。まず1つ目、アプリの起動ですが、こちらに関しては、アクティビティとログドインアカウントが1対1で、いまして、ログドインアカウントの中で、アッププリファレンスからアカウントを、まあ2残す復元する形になります。今回2つ用意していて、その後、まあ、復元が終わった後に選択されている方のアカウントがアクティビティに対して渡されるような、先ほどのカレントメソッドで渡されるような形になります。で今回は、まあ、アカウント1が選択状態だとしてこのような流れになる感じになります。でアクティビティはあくまで渡されたアカウントのタイムラインを表示するというところに集中することになるので、まあ、画面各画面としてはコードをシンプルに保つというところが可能になります。続きましてアカウントの追加する場合を見ていきます。で今回はすでにアカウントが1つ追加されている状態を前提として考えていきます。今回ツイッターのクライアントですので、ツイッターセッションから自前のアカウントクラスを生成し、そのアカウントをログドインアカウントに追加します。でその後、
新規で追加されたアカウントがアクティビティに通知で渡され、アクティビティは渡されたアカウントのタイムラインを表示するだけという流れになります。すいません、ちょっと水を飲ませてください。続きまして、アカウントの切り替えに行きます。アカウントを切り替える場合ですが、2つのアカウントですでに現状ログインしている状態を想定し、まずアカウント1が選択状態だとします。でこの状態ではアカウント1のタイムラインが表示されていて、この状態でアカウント2への切り替えを行います。そうすると、まずログドインアカウントの中でアカウント1の、失礼しました、アカウント2への、切り替えを行います。そうするとアクティビティへの、通知が行われ、アクティビティとしてはアカウント2のタイムラインを表示するという流れになります。続きまして、アカウントの削除、ログアウトですねというパターンを見ていきます。でこのパターンは、すでにアカウントが2つログインされている状態を想定し、アカウント1のタイムラインを表示している場合を考えます。でこの状態でアカウント1でログアウトすると、ログドインアカウントが必要な処理、行う処理としては、アカウント1に紐付いて実行されている非同期処理やアカウント1のデータを消したりというところが必要になります。その後、アクティビティに対してはアカウント2が渡され、アカウント2のタイムラインを表示するという流れになります。でこのように、透過的なインターフェースを定義することで、各画面としては言われたことをやるだけっていう形になるイメージです。最後、まとめに移ります。まず今回は、マルチログインの実装でよくある問題として、別アカウントへの干渉というところとコードの複雑化というところを、よくある問題として定義しました。でそこに対する、改善のアプローチとして、データアクセスであったり非同期処理を伴う部分をアカウント単位で管理できるような仕組みを構築することで、別のアカウントのデータが表示されたり、データを浮気しちゃったりとかっていう問題を安全に回避しつつ、かつアカウントをこう透過的に管理できるようなレイヤーを設けることで、各画面としてはシンプルに実装可能というところを、説明してきました。最後に、サンプルアプリとして複数アカウントでログイン可能な、Twitter クライアントを試しに実装し、その、アーキテクチャとコードの詳細を説明させていただきました。その、アーキテクチャにおけるポイント、失礼しました、サンプルアプリにおけるクラス構造は、今回の要件に合わせて開発したものなので、実際に先ほどの Docker の例をもう一度持ってくると、アカウント依存のデータであったり非同期処理というのをコンテナ化するっていうところの考え方を踏襲してもらえば、どのような実装であっても別に問題はないかなと思っています。はい、というところで僕の発表以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ゆうや街道さん。